パリ五輪柔道女子7 8キロ超級の試合が現地8月2日に行われ、日本代表の曽根明が準々決勝で敗れた。一方でファンの間では試合中のある出来事が話題となった。初戦の相手はリシェル・アニタ・ソピムベラ、カメルーン。体格で圧倒的に勝るソピムベラだったが、序盤から積極的に技を仕掛ける曽根に防戦一方で指導2つを与えられる。その後 残り1分を切った場面で後がないソピムベラが小外刈りを仕掛けたところを曽根が浮き落としでかわし技ありを奪うとけさ固めで抑え込み合わせ技1本曽根が落ち着いた柔道で白星発進とした2回戦は女子圏中国と対戦重心を低く取る曽根を攻めアブネルジョは残り1分で2つ目の指導を受ける 焦りが見えるおもむろに曽根は残り25秒ほどの場面に華麗な大内狩りで技ありを奪い、このリードを守って勝利を収めた。そして迎えた準々決勝、前回東京五輪で勝利していたカイラ・オズデミル、トルコ、が相手。曽根は指導を先に2つ受けたため、しっかりとした組手が取れないながらも積極的に技を仕掛ける展開。延長戦に入る。 トルコチームのコーチが2度目の注意で退場を命じられるハプニングがあったものの1分30秒が経過したところでオズデミルの抑え込みではザありそれは敗者復活戦に進むことになった。